事件から一夜明け、僕たちはホス総合病院へ搬送されていた。レッツストーリー。その後、ヒーロー殺しステインは捕まり、僕たちはホス総合病院へと搬送された。個性を無断使用した僕らは本来なら規則違反で処罰されるはずだったが、ホス警察署長面構えさんのご厚意で僕らがステインに襲われ、エンデバーに助けられたというシナリオで世に公表された。思わぬ形で始まった路地裏の戦いはこうして人知れず終わりを迎えた。ただその影響もまた人知れず僕らを蝕んでいた。緑谷いずく、まったく、とりあえず体が動いちまうようなとこはお前そっくりだよ、年寄り。申し訳ございません、私の教育が至らぬばかりで。いやはや、お前のことをけなげに憧れているあの子にも折を見てしっかり話しといた方がいいぞ。お前とワン・フォー・オールにまつわる全てを。ヒーロー殺し、奴の思想は拡散し、感化される人間が必ず現れる。そして個々の悪意は奴とのつながりが示唆されたヴィラン連合に集まっていく。着実に外堀を埋めて己の思惑通りに状況を動かそうというこのやり方、もしも死柄木弔にバックがいてここまでを想定して動かしていたのであれば、先代ワン・フォー・オール所有者志村を殺し、年寄の腹に穴を開けた男、オール・フォー・ワンが再び動き始めたと見るべきだろう。事件から一夜明け、僕たちはホス総合病院へ搬送されていた。